ピーター、このエディって主人公どう思う？そうですね、なんかね、自分にすごく感じが似ていてね、意外ともう、その自分の生活に、性格も意外と似てるような感じで。とゲイボーイをもすごくなんか綺麗に描いてくれるっていうことで。動機でね、敬語になった。やっぱり自分がこういうね、女の子になってみたいって、やっぱり好きだから。こういうことっていうのは、なんか、ゲイボーイとして生きてるってことが一番幸せなわけですか？今のところはそうです。呪われた人間の運命、しかも残酷の中に笑いまで込めた本当の異色作品でしたね。My politics, felt is my life. Take whatever you like. We didn't have any money in the budget for catering, so Edie was quite happy to get to eat. Be careful, I'm gonna eat you. Excuse me, did you put a bra in a dryer?